クリエイターとオタクなら絶対共感する映画です。ハヤブサツトムシ、最高の映画をありがとうございます。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 やった OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、こちら映像権には手を出すな映画レビューをしていきたいと思います。かなりネタバレしてますので見る方ご注意ください。監督がハヤブサ勉監督、こちらです。はい、もう名作ぞろいです。もう全部が響いてくる、まさに日本で一番感性が近い監督さんです。本編時間は113分です。監督自身体感としてはですね、あっという間でした。そしてですね、メインはこのお三方、乃木坂46の3人です。で、本作なんですが、今年2020年の1月にアニメ化されまして、監督自身もですね、その作品1話だけ見ました。ただですね、ま、ちょっと1話で鑑賞をやめてしまいました。で、それを今後悔しております。で、原作はですね、こちら漫画です。原作者は大原澄人さん。大原さんなんですが、高校時代の頃ですね、映画部に入りたということで、もうやっぱ伝わるものがね違うんですよ、この作品。納得でした。月刊スピリットで現在も連載中で、昨日の夜ですね映画見てきたんですが、今日の朝にですね、もう早速開店の同時にですね新品で購入しました。それくらいですね心に響きました。金額がですね3121円です。これくらいだったらもう大人買いしちゃいますね。はい、でこちらはですね最新刊、すごい楽しみ。映画の他にも実写ドラマというものをですね、また今年にですねやっていたんですよ、地上波で。これも後で知って、なんで気づかなかったんだろうと、もう悔やむほどです。もう見る方法としてはもう有料で。はい、であらすじはですね、人並み外れた空想力を持つ浅草緑、金儲けが好きな長身の金森さやか、カリスマ読もながらアニメーター志望の水崎つばめの3人を主人公に、女子高生によるアニメ制作活動を描く作品です。様々な要素が組み合わさっておりました。はい、でここからですね、監督が気になったポイントをですねちょっとずつ紹介していきたいと思います。もうネタバレ全開なんで気をつけてください。で、まずですね、こちら冒頭にもですね言った通り、映像クリエイターとオタク、このですねどちらかに当てはまる人はですね、もう共感できるポイントがもうバンバンきます。クリエイターとクリエイターが意見をですね出し合うところがもうバシバシきました。で、そのですね、頭の中のイメージ、そこの部分に関しては劇中ではですね AR 的な感じでもう線がですね画面上に走りまして、そこに 3D のですねものがドンと出てくるんですよ。その映像表現がわかる、武器はこれとか、それだったらこれが、待って熱く語れるワクワク感伝わってきました。はやぶさ監督の作品を見れば分かる通りですね、突き抜けた感がすごいんです。で、今回特にですね3人でほとんど行動するので、わちゃわちゃ感、ドタバタ感がね見ていて面白い。特にメインの探検帽子をかぶったですね斉藤飛鳥さんが演じました緑が特に強烈でした。まあ、仕草だったり喋り方、歩き方とか目の動かし方、遠目から見てもシルエットで分かるぐらい、これくらいもキャラクターで見せる映画って面白いんです。クリエイターとプロデューサーのですね関係がすごい分かりやすく出てきます。基本ですね、自分も含めてクリエイターって自分の頭で考えた理想のものを出したくなるんです。で、そこをですねジャッジするのが今回金森というですね長身の女の子がいるんですけども、まあ基本金なんですけども、その二人のですねクリエイターを統括するプロデューサー、なんでクリエイターってこんなめんどくさいのっていうあの感覚分かりますね。変なところでこだわるんですよ。え、そこですか、誰も見てないですよっていうところもこだわっちゃうんですよ、自分も。まあそんなところは見ていてですね、あるあるって思いました。で、続いてですね、この映画泣けます。映像研とロボット研究部というですね2つのグループがですね合体して1つのアニメーションを作るという話になるのですが、ロボ研のロボットにかけるロマンをですね熱く語る場面、もうここはね正直あんまロボット詳しくないです。もうガンダムとか一本も見たことないんですけども、部室の中でもボロボロ泣きながら語るんですよ。俺たちが求めているロボットはそんなんじゃないんだっていうのをぶつけ合って、最後ですねそこで和解するんです。和解したところのシーンがねもういいんだよ、またこれが。俺はトイレで
コックピットのイベント利用してるって言った時に、英検のクリエイター2人が、わかるわーって握手するシーン。まあ、部活は違うけども、同じものを持っていなという、いいっす。二足歩行ロボットの難しさ。まあ、人間の身長よりもですね、高ければ難易度が上がるんですよ。なんでアニメーションや漫画でできているのに実際に実現されないのかというところも語ってました。俺たちはそのロボットにロマンを求めてそれを作ろうとしてる。まあ、とにかく理想と現実。まあ、これは別にロボットじゃなくてもいいです。まあ、映画でもいいですよ。想像する映画と現実のリアルな世界。このギャップってやっぱりそのクリエイターにとってすごい頭を悩まされるというか、そこで苦しめられるんですよ。その苦しみ、そしてそこを勝ち取る力、もうモチベーションというかもうやる気、その部分のね、中盤以降からですね、現れる桜田ひよりさんが演じる、ドウメキというですね、もう名前からしてすごいんですけども、部活動の、音響部かな？もう部員一人なんですけども、すごい狭い個室が与えられてまして、もう部屋中にですね、録音されたデータがブラーッと、その学校自体の部活動がたくさんありすぎてですね、廃部させるか統合しましょうみたいな、そういう話なんですよね。クリエイター二人がドウメキを部屋からですね、出てください、みたいな感じで行くんですけども、まあ、そこでですね、緑がですね、気づいてしまうんですよ。最終的に音響部もですね、合体します。このシーンを見るためにですね、劇場に行ってもいいんじゃないかっていうぐらい素晴らしいシーンがこの後に続きまして、それがですね、映像はないけども、音響効果だけで情景がリアルに浮かび上がるシーン。これを体験できます。音響の卓を使って巨大ロボが起動するときに、ギューンってそのスイッチを上げるところと、カニっていう怪獣が現れて、吐息だったり、その爪のガシャンガシャンの音だ、地響きとか、うなり声とか、その距離感だとか、空気感だとかが伝わってくる場面、ほんと良かったです。これは自宅じゃなくて映画館で見てください。本当にいいです。震えました。はやぶさ監督ということでですね、今回も顔芸大量投下されておりました。いやー、やっぱ顔芸だな。役者さんって顔芸ができれば演技も大体いけるんですよ。もう顔芸ができればもう役者はピカイチっていうですね、自分なりの、まあ、3人も含め脇役もエキストラもですね、もうみんな振り切ってんですよ。これだね、やっぱ、感情をね、もう出す。普通の映画とかって、まあ、喜怒哀楽っていうのはあるかと思うんですけども、はやぶさ監督のはね、もう出しすぎ。みんな泣くシーンももう、ワン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 言ったりね、まあなんか怒る時ももうね、めっこの野郎っていう感じで出していくんですよ。やっぱ感情って必要だな。自分の映画もですね、もっと感情を込めたいと思いました。はやぶさ監督ってやっぱオマージュが多い。オマージュってかもパロディだね。この映画なんですけども、ドラマ編と映画編で微妙に繋がってまして、全6話あるんですが、その6話分をですね、映画版の冒頭を15分から20分ぐらいにですね、ダイジェスト版的な感じで、黒沢明監督の羅生門っていう映画があるんですけども、あ、私見ました。私見ました。あの時っていう感じで、もうどん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 回想からまたさらに回想に入るみたいな、うまいね。で、初めて見る方でもですね、あ、こんなことがあったんだとですね、分かって面白いし、ドラマを見た人はまあ復習がてらですね、楽しめるかと思います。まああとですね、こちらは多分実写版のみかな、初めてのお使いナレーションが流れる場面では本当に笑いました。この周りはですね、草やぶなんですけども、そこで2人が歩きながら、さあ2人で行くぞっていうところをですね、こんな感じですね。さあ始まりました、みどりちゃんとつばめちゃん。え、あれれれれ、みどりちゃん似てねえな。あとですね、まあ、本当にすごい小ネタなんですけども、溜まったシーンがですね、緑がですね、よし頑張るぞって言って、部室を出ていくシーンなんですけども、興奮してですね、いつも出入りしているドアの引くのと押すのを間違えてみ、まあ、本当にその一瞬なんですけども、もうわかるなって、自分もなんかこれだと思ってる時って、もう本当そっちしか行かないんですよ。なんかそういうところ拾ってくれるのって、思い思われ、振り振られ。そのですね、4人のキャストのうち3人がですね、この映画に登場してきました。見る前はですね、その3人が出てくることをですね、知らずに見たので、ちょっとびっくり。
くりしました。浜辺さんが出るわけないよなと思ったら本当に浜辺さんでした。映画監督を目指す、和夫役を演じた赤瀬さん、いい演技してましたね。そして、ユナ役を演じました、福本さん、リアル剣士で、これアニメでよくある実写版じゃん。ぶっちゃけクレジットを見て、って思いました。まあ、それくらいやっぱ上手かったってわけですね。で、ワンカットにですね、実はその二人共演するシーンがあるんですよ。もう、フリフラと全然違う関係なんですけども、嬉しかったですね。はやぶさ監督の前作、グランブルでですね、登場した。もう、高島さん出さないで、本当にね、面白すぎる。マスクつけてね、大声で笑えないんですよ。もう本当腹筋痛いから。だって、こんな人いる？こんな先生ですよ。こんなのアウト。なんでそれ出すの？原作どんなってんの？ねえ。すごい24感があるですね、生徒会。なんでそんな金かけてんのみたいな。何あれもなんかスワットみたいな人めっちゃいるんですけども、グレイス・エマさん。なんかすごかった。なんか撮影当時中3だったらしいです。貫禄がやばい。部活動。もう部活動がカオスすぎるぐらい数が多いんですよ。モノマネ部、受験を考える部、保存食同好会、テディベア研究会、生態模写部、浄水部、下水部、そして伝令部。伝令部最高。部活動と部活動をですね、伝令伝令ってですね、走ってくるんですけど、もう声でかくてうるさいよね。もう分かったから何でそんな大きく言う。毎回ですね、金森がうるせえよって言うんですけども、なんかこの、しょうもないの好きだな。全力でやるのってやっぱいいと思います。いや、ほんとですね、見た後興奮が冷めます。せんでした。この作品をもっと深く知りたいと本当に思いました。まあ、だからこそ漫画本を購入しました。まあ、やっぱね、あとね、クリエイターとオタクの方はね、響くものがあるかと思いますよ。めちゃくちゃ響きました。はい、というわけでですね、映像権には手を出すな、むちゃくちゃおすすめなので、ぜひ9月25日から公開しておりますので、喋った中以外にもですね、とんとんたくさんの面白い要素がもうたんまり詰め込まれてますので、本当にですね、最高の世界を見させてくれる一歩だと思います。はい、このチャンネルではですね、こういった映画レビューの他に商品レビューだったりですとか、いろんなジャンルに挑戦しております。もし、よかったらですね、いいねつけていただけますと、めちゃくちゃ嬉しいです。今後もですね、面白い映画はですね、こういった形でですね、映画レビューをどんどんしていきたいと思いますので、興味がある方はですね、チャンネル登録もお願いいたします。というわけで、また次の動画で会いましょう。ほんと面白いんで、おすすめです。